阿佐ヶ谷パールセンター入口阿佐ヶ谷七夕祭り阿佐ヶ谷パールセンターは東京都杉並区阿佐ヶ谷南1店2丁目に所在する商店街である。阿佐ヶ谷駅南口から大梅街道にかけて南北に約700メートルにわたり展開する商店街。店舗数は約240店。昭和七年に杉並町、和田堀町、伊予町、高井戸町の四町が 東京市へ編入し、東京市杉並区が発足。現在の阿佐ヶ谷駅周辺は、新興住宅地として発展し、パールセンターの原型となる商店街には、約120の店舗を構える、都内有数の商店街となった。しかし、太平洋戦争の影響を受け、店舗の閉店が、相次ぎ、強制疎開により、さらちとなった。戦後は、商店の営業が再開し、 地元有志により、さらちを開拓し道路を整備。この道路が、現在の中杉通りである。1954年に中杉通りに119本の欅を植樹し、現在の欅並木の中杉通りが誕生した。同時期に、現在のパールセンターの前身にあたる、阿佐ヶ谷南本通り商店会が発足し、昭和29年には、集客数の増加を狙い、 1> 第1回阿佐ヶ谷七夕祭りを開催。以降、陽暦8月7日を中日に5日間開催されている。昭和35年に阿佐ヶ谷南本通り商店会の愛称を公募し、各店舗が真珠のように輝き、首飾りのように商店同士が協力し、結び合い、反映する願いを込め、阿佐ヶ谷パールセンター商店街と命名された。昭和37年には、 全面アーケードの商店街が完成。昭和42年に全面から与える舗装の路面が完成した。平成7年から阿佐ヶ谷ジャズストリートのパブリック会場となっている。平成11年には現在の2代目となる全面アーケードが完成。阪神・淡路大震災を教訓に災害時には屋根が開閉し火災を防ぐ災害対応屋根へ変更した。 1954年に始まった夏の風物詩である朝ヶ谷七夕祭りは毎年8月に5日間にわたって開催される。仙台、平塚七夕祭りと並び日本三大七夕祭りと紹介されることも多い。例年50万人以上の来客数を誇る都内有数の夏祭りの一つである。アーケードは 多くの飾りで彩られ、阿佐ヶ谷駅構内や周辺商店街も飾り付けられる。ありがとうございます。